職長は日本の事業場において労働者を指揮監督するものを言う。なお、資格としては下記の講習を受講したものである。資格を有さずに職長と呼ばれる者も,もいるが、企業コンプライアンスの観点から上場企業等の建設現場や工場においては、資格を有さない者は原則として指揮監督権限を認められない。また、職長として登録されている者の,の、 一般の作業員と変わらない業務に従事していることも実際の現場ではたたみ受けられる。事業者はその事業上の業種が政令で定めるものに該当する。時は新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、所定の事項について厚生労働省令で定めるところにより安全または衛生のための教育を 所定の時間以上を行わなければならない。当該職務に初めて就くときに受講し、概ね5年ごとに能力向上教育に準じた教育を定期に行うよう求められている。なお、所定の事項の全部または一部について、十分な知識及び技能を有していると認められるものについては、当該事項に関する教育を省略することができ、全職種の特急技能士を有する者は、 職長等に対する安全または衛生のための教育事項の全部が省略される。安全衛生責任者とは、日本の特定元型事業者の現場において、事業主の代理として、現場の安全を担うものである。通常は、下請け不業者の職長が担当する。特定元型事業の現場では、重装下請けの対応から、安全衛生に対する責任が希薄となるため、 現場において、元請負い業者を頂点とした安全衛生の体制をとる。その末端で自社の作業員を指揮監督し自らも作業を行うようなものに安全衛生の責任者としての義務を負わせるものである。統括安全衛生責任者を頂点とする現場の安全衛生管理の最前線の人間となる。統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、 当該仕事を自ら行う者は、安全衛生責任者を選任しなければならず、その者に統括安全衛生責任者との連絡、統括安全衛生責任者から連絡を受けた、事項の関係者への連絡、他の安全衛生責任者との作業間の連絡及び、調整等を行わせなければならない。当該仕事を自ら行わない場合は丸投げとなり、建設業法違反となるので、 すべての下請負業者に専任義務がある。安全衛生責任者を選任した請負い人は、統括安全衛生責任者を選任した事業者に、対し、死体なく、その旨を通報しなければならない。安全衛生責任者が、事故等によってその職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。安全衛生に係る多職とは異なり、行政官庁による監督や、 作業場の遵守義務は定められていない。安全衛生責任者の選任、職務義務に違反した事業者は、50万円以下の罰金に処せられる。安全衛生責任者となるために、特段の資格や免許、経験を有する必要はないが、事実上安全衛生責任者教育という、カリキュラムに沿った教育を受けたものでなければならない。職長教育の受講をしていない場合は、 職長、安全衛生責任者教育という教育を受講する。技能講習でも特別教育でもなく、通達による教育の区分となる。職長としての要件が必要なので、現場で労働者を指揮するなどの経験があることが望ましい。実際、職長として現場に常駐する者が選任されるのが一般的である。ありがとうございます。